ヤッホーシオンだよ。めっちゃ久しぶりなんだけど、いつだっけ前。前確か夏だった。夏で、そう、めっちゃ暑かったんだよ。っていうかさ、カメラがさ、めっちゃ上にあるんだけど。さっきさ、動画撮るけん、スオが準備するって言って。で、なんか準備するけん、ちょっと待ってって言って、分かったって言ったらさ、これ片付けられてさ、なんか俺だけ床に座って動画撮ってって言われて。俺もこれ座りたかったもん。座りたかったけど、これに座ったら多分、笑ったらすぐ落ちるけん。なんかね、だってさ、めっちゃ柔らかいけんさ、すぐ落ちるへんってなって。っていうか、何回か落ちたへん。そう、だけん俺は、何にも座らせてもらえんくて。床に座っとる。あ、新しい、え、だって、あ、そっか、秋とか床に座らんけ。新しい動画の撮り方ができとる。そう、で、俺の面白かった話の3回目。こっちに帰ってきてからだけん、最近のやつ。最近はね、最近は千代子が、こっちだとさ、キーボードがあるけん、なんか千代子が、いきなりキーボード引き出すんだけど。違う、アマネーが、なんか、千代子に、ちょっとなんか弾いてって言うと、いつも千代子が、CM の曲とかを、なんかちょっと弾くんだけど、なんか最近、それ弾いてって言われて、弾くのがいつも、ボラギノールで、なんで、いつもなんか何弾いたらいいかわからんとか言いながらさ、なんかちょっとだけ弾くねって言ってさ、絶対最初にボラギノールって弾くの。他の CM あるじゃん。なんでボラギノールにするんだ。ね、やばい、なんかもう最近ね、合わねえが千代子になんか弾いてって言うだけでも思い出して面白いんだけど。俺も弾くだ。待って、ドレミラーソファ。ボラギノールだ。俺も弾いてしまった。俺までボラギノール弾いてしまった。やめて、もう他のやつにしてほしい。あ、はいはい。待って、俺もうボラギノールの人になってしまった。ボラギノールやばい。待って、もう無理かもしれん。もうね、結構ね、積もった。
え、ちょっと、ちょっと待って、あ、手が冷たい。え、なんで？これだって今めっちゃ暑いのに、手がびっくりするくらい冷たかったんだけど、なんで？こっちも冷たい。どうなったんだ？え、なんで？なんで冷たいの？冷たくて気持ちよかった。もう他のやつ、他のは、この間ウグイスが詐欺がおらんって言ってずっと探しとって、で俺も詐欺そんなおらんだと思って一緒に探しとったんだけど、マジでおらんくて、詐欺いつもさめっちゃ風呂におるけんさ、でもさ何回風呂を見てもさ風呂にもおらんしさ、なんか溺れて沈んどるんじゃないかとかって言ってちゃんと湯船の中まで見とったのに湯船の中もおらんくて、で誰に聞いても詐欺全然見てないっていうけん、なんか詐欺がおらんくなってしまったんじゃないかって言って、なんかウグイスがめっちゃへこみだして、でなんかもしかしたら部屋におるかもしれんけん部屋に一回戻ってみようって言って、ウグイスと詐欺の部屋に行ってみたら、なんかあのさ前言った辺、ウグイスと詐欺の部屋ってさめっちゃ広いの、めっちゃ広くて何もないので、さウグイスがなんか詐欺がおらんくなってしまったみたいな感じでめっちゃへこんだったら、なんか遠くの方でフフフって聞こえて、でびっくりして、俺もウグイスもそっち見たら、なんかさ部屋のあの反対側、布団とかない方の反対側の隅っこの、え、なんか壁のさこの端っこみたいなとこにさ、サギがこうやってパタンって寝とって、ずっとそこでウグイスがいつ見つけるかなと思って、そこにずっとパタンって倒れとったっていう、意味がわからんねん。だってさ隠れるってさ別にさ、なんかそのなんかこうかぶせてさ見えんくするとかもさ何もしてなくてただ部屋のなんか壁際のとこのこの間に挟まっとる感じで、しかもさ俺とウグイスめっちゃ探しとったのにさ、ずっと何回も部屋とかも見とるのにさ全然見つけれてなかった、やばい、隠れてないのに全然見つからんかった、詐欺めっちゃ面白い。え、しかもさウグイスがさ追ってよかったとかって言ってさちょっと泣いとるしさ、でさ今日さなんかウグイスが泣いとるけんさびっくりしてさ、なんか二人でちょっと泣いとってさ、何やっとるんだ、バカじゃん、ウグイスと詐欺ずっとバカじゃん。ここにハマっとるやつとか、なんでそれで泣けるんだ。ダメだ、腹痛い。なんか腹の筋肉がキューってなっとる。
頭も痛くなった。腹がギュってなるとさ、頭も痛くなるのはさ、どういうこと？なんで？血圧、腹がギュってなったら血圧が上がるな。千代子のお腹って心臓なの？意味がわからん。お前ここに心臓あるだ。腹パンされたらやばいね。心臓止まるから。やばい、心臓痛い。めっちゃ暑い。めっちゃ暑いけどやっぱり手は冷たい。ウケる。無理。そうだ。そう、こないださ、なんかさ、俺いつもさ、笑って止まらんくなった時さ、ほっぺたこうしてさ、叩いちゃうんだけど、で、これはあんまりいっぱいしたらいけんって言われとるけど、なんかこないだ、俺が寝とった時に、こっちやっとったら、あ、これ、このメガネじゃない、このメガネじゃない、あ、メガネが違う。え？こんなメガネ持っとった？買っただ。え、知らんかった。知らん間にメガネが変身しとった。え、こんなんじゃなかった？なんかもっとちっちゃめのメガネだった。でさ、こうしてやっとったらさ、メガネに手が当たってさ、メガネがパンって飛んでいって。めっちゃ怒られた。だってさ、メガネ全然壊れてないのにさ、そんな怒るっていうくらい怒るじゃん。めっちゃ怒られたけど、俺もうメガネが飛んでったのがさ、面白すぎて、全然反省できっくて、もうなんか後で怒られるけんさ、暗黒部屋行くわって言ってさ、暗黒部屋行ってさ、静かにしとったけどさ、それから結局一回も怒られてないんだよ。忘れとった。今思い出したもん。ねえ、痛い。ここがめっちゃ痛い。やばい、痛い。めっちゃ痛くなった。まだいける。こないださ、千代子が、なんか友達と花見に行っとって、初めてその友達と交代せずに出かけたとか言っとって、なんか今までそんな交代しとっただって言ったら、めっちゃ長く知り合いなんだけど、なんか秋人ばっかりが出とって、なんか千代子が出てもちょっとしか出んくて、ずっと秋人とばっかり遊んどったって言っとって。だってさ、もう何年もさ、いっぱい遊んどるのに、千代子がさ、桜見に行って、なんか交代とかせずにずっと出とったの初めてとかって言うんだよ。どんだけ秋人出とったな。っていうか、千代子がさ、出なさすぎじゃん。そんなに出てないのにさ、仲良しの友達って言っとるのもさ、よくわからんと思って。
千代子の仲良しって何？仲良しならもっと遊べばいいじゃん。不思議すぎる。不思議すぎて面白い。でその後とかもなんか女子会するとかって言ってなんかアマネとスミレと千代子でなんか友達と一緒に飲みに行ったけどなんかそういうの初めてしたみたいなんで言っとって千代子って俺らと新人と同じぐらい初めてしたっていう初めて多すぎる主人格なのに今までどうやって生きとったのずっと出そけばいいじゃん主人格じゃん不思議すぎる意味がわからん最近さよりがさ鬱になるとさ暗黒部屋に来るんだけど俺さ暗黒部屋でさ静かにさ して寝とるだけなのになんか声が聞こえるなと思って起きたらよりがさ後ろでこうして三角座りしてさずっと俺に話しかけてるになんかスミレと喧嘩したとかって言ってめっちゃ愚痴ってくる俺るけどだって俺寝とるのに別にいいけどびっくりしてびっくりしたしあと面白いだってさ最初の時さごめん俺寝とったわって言ったのになんかそれからもさ何回も俺寝とるのに いつも話しかけてくるしかもなんか5回に1回ぐらいはスミレと喧嘩したって愚痴ってくるもうそんなん言うんだったらさ俺言わずにさスミレと仲直りしたらいいねもうすぐスミレと喧嘩する仲いいけどじゃあなんでそんな喧嘩できるんだだって俺スオと喧嘩したことあるっけないへんあちょっとあるかもしれんけどそんなさ5回に1回喧嘩したっていうくらい喧嘩したり人が喧嘩しすぎいてわからんいてI'm sorry.